本当にこの先生でいいんだろうかみたいな、先生を検証することじゃなくて、今目の前にある勉強パフォーマンスで最高のものを叩き出すことなんですよ。先生がやってほしいとちゃんと復習しとけよのレベルと、生徒が復習するっていうレベルのクオリティってね、これってなかなか難しくて、今からこう頑張ってるとかって、ね、アドバイスとか使われる、はい、早稲田と慶応だったらどっち、どっちが好きですか、付き合うなら、付き合うなら、Hello there、 始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、まあ、またやってきたこの怪しいインチキ、はい、インチキやめてよ僕もチャンネル持ってんだから、はい、早稲田の功績に関しては今回一品、はい、ラーメン屋みたいな、10年やってますからね早稲田一筋ラーメン屋は触れないんだね、はい、面白くなかったんで、ね、はい、そんな平さんですね、はい、本日もお願いします。早稲田合格塾代表の平です。はい、そしてですね、ちょっと番組に花をね添えていただくべく、お呼びしました、平成最後のアイドル平成さんの、平成さんの春巻きことみずきあるかです。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは何でしょう。仕切ってるんで、やっぱ早稲田、はい、どういう人が合格しやすい、うん、まあそうね、こういうやつは受かる、こういうやつはダメだっていうのやっぱ知りたい人多いと思うので、うん、早稲田に行くにはこういう人であるべきだっていうのですね、うん、ぜひズバリ、はい、わかりました。遅い数小針に、うん、言うわよ。地獄に落ちるわよ。おだまり。はい。全然似てないけど。はい。じゃあ聞いていきたいと思います。はい。わかりました。で、まあ、まずね、合格する人はもう大体ね、もううち10年もやってる、数えてみたんですけど、うちにこれまで早稲田大志望で入ってきた生徒って1000人超えてるんですよ。はい、で、1000人超えてるのをただ授業してただけじゃなくて。1週間単位で結構進捗具合とか点数の出具合見てチェックしてフィードバック返すんですよ、うんうん、ってなるとね、大体こんな感じっていうのが見えてくるんですよね。なるほど、うん、で、まあそれをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、うん、まあ、何にしてもこれはもう全てにおいて言えることですけど、逆転合格する人はスタートが早い人、なんといっても、うん、こんな結構直前期に言っちゃってるこれまあまあでも2年生も見てるでしょきっとね、そう、ね、うん、そう、まあでもほら直前期に、あ、だから俺はみたいな人はね、やっぱもし、まあ、結果うまく出ることを祈ってますけど、もしダメだったら、あ、まあまあしょうがないか、でも次こそはってその悔しさをね、もうちょっとかみしめて次また頑張ってくれたらいいわけですからね。スタートが早い、うん、スタートダッシュ。そうだって東大京大の天敵軍団ってね、どういうやつらかっていうと、もうあいつら小学校のところから公文とか行って、でその後高学年になると日能研行き、難関中学難関高校に行って、中学の時はサピックスだ、高校に入ったら東進だ、河合塾がだ、でもう小学生の頃から東大だ京大だ医者だみたいなことで頑張ってきてるわけでしょ。一方でこの質問とかをしてくるような人って、もう、あ、今までの人生ダメだったけどなんとか逆転したいんですよ、ドラえもんでしょ。ということはもうね、すでに遅いんだから、せめて合格したいんであればもうさっさと始めないとダメですよね。なるほど、明日より今日、そう、今日より、そういうこと、昨日、昨日、昨日より一昨日ですよそれは面白いのこれ森鉄チャンネルでは受けるんですか、このレベル。わかりません、わかりません、はい、現役生に多いけど夏は受験の天王山だとか学校の先生もやる気出してるんだけど、いや夏から頑張るぐらいだったら今から頑張ろう春みたいな話なんですよね。二つ目に、言われたことをちゃんとやってくれる人、ほうほうほう、これはね結構大きいんですよ。早稲田って結構良くも悪くもちょっとね、我の強いやつが多いんですよ、はいはい、うん、というのも、まあ、気質としてね、高2まで俺全然ダメだったけど、でもダメなところには行きたくないみたいなところで、うん、どっかないのみたいなところで探すような、ちょっとね、まあ、ダメなやつがこう奮起するっていうようなところがあるから、まあ、割とね、ある意味いい意味でも悪い意味でも生意気さがあるんですよ。おう、なんだけどその生意気さが変に出て先生のことを変に疑い出すやつとかもいたりするんですよね、うんうん、まあ俺こんな格好してるけど。あ、なるほどね、まあ、難関大にまあ多いですね目指す人の中で先生の言うこと聞かないとか、うんうんうん、はいはい、変にこう賢いっていうか、うん、小頭がいいというか、うん、でもそれって非生産的で、うん、やっぱ先生って
と生徒が同じ方向を向かって一緒にこう二人三脚で走ってるっていうのが一番無駄がなくていい努力のあり方じゃないですか。生産性も何倍にもなってくるわけですよ、掛け算になってっていうことなんで、まあ、変な生意気さとかを持ってない、言われたことをやってくる。君が頑張るべきは、本当にこの先生でいいんだろうかみたいな、先生を検証することじゃなくて、今目の前にある勉強パフォーマンスで最高ものものを叩き出すことなんで、まあ、そういうことがちゃんとやれる人、もう安定した生産性を日々叩き出せる人が合格に近づいていくかなと思いますね。予備校業界でもすごく言われますよね。先生批判とか、先生検証みたいなのに走る人は、受かりづらいっていう風に言われますね。そう、もう酔った時ね、森田先生あいつら全員カスって言ってましたからね。言ってない、カスってもう発音がさカスになっちゃってる。カスってことね、言ったことないですから、ね、先生批判するんじゃなくて、うん、なくてそうね、そう、先生たちプロなんですから、はいはい、その人たちの言うことを聞いて信じて、やっていくっていうのは大事なわけです、うんうん、そういうことです。早稲田と慶応だったらどっちがいいですか、どっちが好きですか、付き合うなら。別にエフロンで大丈夫。エフロン、そうなの？やっぱり人柄重視ですか？何でもいいですね。あ、ちょっといいアイドルっぽい回答してない？だってね、早慶ですから。うん、そうですよ。早慶ですから、はい。早稲田慶応ですから。うん、あー、なるほど。さてはお前、売れてへんな？トーク下手やな。すいません。早稲田と慶応ってじゃあ名前だけ。こんな、こんな、名前なんだって、そうそうそう、おかしな早稲田の人、おかしな慶応の人、はいはい、関係ないよね。サングラス外すよ。なんでサングラスですよ。言葉の響きだけだったら慶応の方が、ほらね、しょうがない、それは、うん、まあまあ、ちょっとしょうがないかもしれない、うんうん、もうだって早稲田とかね、もうだってロータリーでちょっと使えない話はしないでくれ。カットしなきゃいけないから、バンバンとかさ。3つ目、3つ目でね、これがね、一番難しくて僕が言いたかったことなんですけど、鈍くない人、お、うん、これはね結構一番大事なんですよ。例えば、まあ、予備校の先生が授業とかするじゃないですか、うん、でお前らちゃんと復習するんだぞって言って返すじゃないですか。復習しないやつが、まあ、半分ぐらいいるわけですよ、うん、でじゃあ復習するやつがもう半分いるとして、だけど先生がやってほしいのちゃんと復習しとけよのレベルと生徒が復習するっていうレベルのクオリティってね、これってなかなか難しくて、できないことができるようになるっていうのが勉強の本質なわけじゃないですか、うんうん、でこれまでの人生でなんかそういう経験があまり少ない人たちっていえ、こう自分ができるようになるっていうのがどういうことなのかっていうのが今一つ分かってないから、ほうほうほう、だから字面だけ復習してて、本来であればあこれはこういうことでこういうことでこうなんだなって、こうだから俺はできなかったんだな、じゃあこうすればよかったから次こういうような感覚に陥ったらちょっと今日のことを思い出してみようみたいな、今回の経験を落とし込むレベルが違うから次につなげられる復習になるんですよね。受験勉強の1年2年で培えるものではなくって、それまでの、まあ、0歳から17、8まででどう育ってきたかっていうような、その人のなんか育ち方みたいなものも結構あったりするんですよね。鈍い人っていうのは自分の成長に鈍い人ですよね。今俺できるようになってる感じあるぜみたいな、うん、それがない、それがない人、うん、なんかまあやってれば成長してるんちゃうのみたいな、あ、うん、なんかこう字面だけやっててそれ勉強になってないぜっていうような人、どうですか、その難関大に行った身としては。あ、険しかったよ。ああ、ね、でもまあこれからねアイドルの山を登っていくわけでしょ。そうですね、そうですね、頑張ってくださいよ。ありがとうございます。あのなんか急に孤輪性やめますとか言い出さないでね。はい、じゃあ今からこう頑張ろうと思ってる人にねアドバイスなんかあれば、はい、今からどんなことを意識して勉強した方がいいですかっていうような人たちに関しては、これはねズバリ過去問頑張ってください。もうこれしかないです。これしかないです。で君たちがなんでこれまで勉強を頑張ってきたかっていうと、これね、もうこれまでの参考書の学習とかも全てそうなんですけど、本質はどこにあるかっていうと次の合格可能性を高めるためなんですよ。頭が良くなるためじゃないんですよ。まあそれもあるんだけど、次の合格可能性を高めるためにこれまで参考書とか問題集一生懸命やってきたんですよ。でじゃあ合格可能性を高める最高の最大限のものって何なのかっていうと、これね過去問で合格のパフォーマンスを叩き出せてるっていうことなんですよ。というのもなんでかっていうと、過去問ってね、もちろん君たちが受ける20年入試とかはね、あの君たちにとっては初見の問題なわけなんだけれども、当然だけど19年の問題、18年の問題、17年の問題も今でこそ過去問だけど、君たち一人一人にとっては初見の問題であることには変わりないわけなんですよ。ということは次の年の入試に関しても同じような難易度、同じような知識レベル、ね、そして同じような
判断が求められるような問題が出てくる可能性が非常に高いわけですよね。となってくると過去問で合格のパフォーマンスを出せてるっていうことは次の試験でも合格のパフォーマンスを叩き出せる可能性が高いっていうことなんですよ。この合格可能性を高める最高にして最強の参考書は過去問ですっていうことなんで、この過去問で結果を出せるように頑張ってみてください。僕自分の塾の生徒にももう夏ぐらいからずっと言ってますね。でもう過去問の出来がなかなか出ない子には本当に、ね、汗水垂らして指示飛ばしますね。じゃあ次はその過去問のやり方を聞かないといけないですね、はい、当然ね。そう、じゃあ過去問ね、もう買ったらしいですからね。買いました。僕も買いました。はい、でこれ角川の、はい、僕も書いてるやつですね。間違って去年のやつでしたよ、ごめんなさい。はい、もうおっちょこちょい、はい、へてへてろ、はいですね。という感じで、今回は千平ひらさんにお聞きしました。何聞いたんだか忘れちゃいましたけど、まあでも動画見たらいいんじゃないですか。そうですね、はい、もう一回忘れちゃった人は見直してね。はい、ということでした。はい、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録スーパーお願いします。